皆さん、こんばんは。こんばんは。アマタカのチョイス。私、タカピート。アマトと申します。はい、今回もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ということで、今回も始まりました。アマタカのチョイスということで、はい、今回も30分ですね、特定のテーマを選んで、チョイスして、そのテーマに沿ってお互いの考え方を語り合っていく進め方でやっていければと思っております。はい。はい、ということで、アマトさん、じゃあ今回のテーマなんですけれども、今は回はどういった内容になりますでしょうか。い。今までのにちょっとだけ足しましょ足します。はい。う。はい。まあ、順番にいきますね。はい。一つ目が空気。空気。寿命。寿命。偽り。偽り。正しさ。正しさ。情熱。情熱。違い。違い。リスタート。リスタート。加えて、期待。期待。期待。はい、期待。枷。火星ですか？いや、枷ですね。足枷の枷ですね。ああ、なるほど。好き。好き。し。し、はい。です。はい。で、メッセージ。メッセージ、はい。そんな形でどうでしょうか。わかりました。はい、ということで、じゃあ、この中から選んでいくという感じですね。はい。そうですね。ちょっとあえて空気をそろそろ行ってみましょうか。行ってみましょう。空気です空気ね。ですね。はい。ちょっとアマトさんが毎回空気から言っている感じではあったので、そろそろちょっとピックアップして まあ、いか確かなにいといけない頭かのなとと思っころて。はちょっとなんとなくそうですね、変えてもいいかもしれませんね。わかりました。そしたらそうですね、空気。日頃、日常生活で触れている空気もあるでしょうし、あるでしょうけど、雰囲気的な空気とか、そういう意味合いもありますかね。そうですね。そうですね、空気。ちょっと今最近の話だと、なんかウイルス的な話もちょっと触れてしまいなそうるになるんですけれども、いいですどうしね。てもね、大気中心みたいなところがね、ありますからね。なるほど。ただどっちかっていうと、アマトさんのイメージ的にはなんとなく雰囲気的な方かなとかって勝手に思ってたんですけど、その辺はどうですかね。いや、もちろんそうですよ。なるほど、そちらの方と。というか、確かにね、空気の読める、読めないとかね、おお、なん読かむ読まそうないという、ころから。はい。自分が空気を読めるか読めないかって言われるとどうなんだろうなと思ったりはしますけど、そうね、ただなんとなくね、やっぱり人が関わる中でなんでしょうね、考えるというか、ある要素というか、そんなイメージだったりしますかね。そうですね。一つは個々人がまとう雰囲気的なもの、もう一つは場の状態のようなイメージですかね。そうですね。ああ、なるほど。オーラ的なイメージも含めて空気だと。まあ、私のイメージはそうです。ああ、なるほど。そうですね。なんというか空気感というかね、こういうことをやらなきゃいけないんじゃないかみたいな空気みたいな、そういう言葉とかもあったりしますかね。
いやまあまあね、なんかちょっとこう触れてしまうと、こうなんか最近は本当になんか動物の森が多分一番でしょうけど、だいぶ流行っているようで、なんかそのゲームの話題を目にしない日はないぐらいになんか見てはいるんですけど、まあ、それをやっこうてる人もおられるようですね。なんかそういうのを見てると、なんか自分もやらなきゃいけないのかなみたいな、そういう、そのなんというかですね、ちょっとなんか空気を勝手に感じてしまうようなみたいな。まあ、いいじゃないですか、やりたいことやって。まあね、まあまあ、そりゃそうなんですけど、なんかこんなになんかいろんな人やってると、いやまあなんかね、ちょっとこう、人がやってることを自分もやらなきゃみたいに思っちゃうみたいな、なんかね、なんかね、なんか日本人的な発想かもしれないですけど。だからまあどっちかっていうと、なんかそれも絡めて言うと、結構なんか同調する空気というか、なんかその同調したい、しなきゃいけないみたいな、なんかこう空気というか感じる人が多かったりしますかね、どうですかね。なるほど。良くも悪くも、その、なんとなく雰囲気に合わせようかなっていう動きになることは、みんなあるかもしれません。なんかそれはちょっと思いますね。でもまあなんというかこうね、まあ、そういう、まあ雰囲気なのか空気感なのか、なんかまあね、ちょっとそういうのは今感じたりしますかね。でも天達さんはまあなくはないとは思いますけど、なんかどちらかというと我が道を行くタイプの イメージがあったので、なんかこうそこまで人がやってるからやらなきゃとまでは思わない、どうですかね、その辺は。なんでしょうね。まあ、その他の人よりは流されにくいとは思いますけど、その流されないわけではないですよ。なるほど。なんかその、まあ、あまりに周りの空気を潰しすぎるのも良くないかなっていうのもあるし。てかその辺は例えばこうイベントとかで人が集まるような場を、なんでしょうね、調整したりするときとかはより考えるケースが多いですかね。まあ、そうですね。場の空気って結構そういう意味では大事な要素だったりしますので、まあ、何かといい方向に行っているときは、そのみんないい方向に進めるし、逆のときはみんな悪い方向に行っちゃうよっていうのがあるとは思いますね。確かに。だからまあやっぱそういう空気であり雰囲気的なものをどうやって調整していくかみたいなものを、まあ立場によって考える必要がある。そうですね、そういう部分ね、やっぱね、なかなかね、そういういろんな人に合わせて調整するのが苦手な人はね、なかなかそういうのもね、ちょっと怖かったりしますけど。なんかあるんですかね。いやいや、まあそなんんな。かほら空気が読めないとかさ、なんかああ、なるほど。鋼がどことか言われるとさ ね、なんかちょっと空気気にはと。なるじゃないですか、なんだかんだ言いながらさ や、そうですか。でも空気って別に100%読まなきゃいけないわけじゃないんですよ。なんかその、読んだ時の状態と読まなかった時の状態を両方見た時に、別に読まなくていいやって出て読まなくていいと思うんですよね。まあでもその、なんか状況的に読んだ方が良さそうな時は読んでもいいかなっていう選択肢になりますね。みたいなのが場の空気だったり、その、なんか、なんとなくその読まなきゃいけないみたいなイメージが今、ある会話だったんですけども、必ずしもその悪いわけじゃなくて、例えばお祭りの前の雰囲気とかって、なんかそわそわしてワクワクしてちょっと楽しいから、それに乗っかってもいいんじゃないですか。なるほど。例えばそういう時は乗っかっていくのも別に悪いことじゃないし、その良くも悪くも空気っていうのがあるねっていうぐらいのものですね。まあまあそうっすね。確かにこう、
なんかそういうのを意識しちゃってる人ほど、こう、なんかこう、読まなきゃいけないんじゃないかみたいに思っちゃってるのもあるかもしれないですね。そういう人まあ、もいます。はい。すみません。今の例だと、まあ、例えばそのお祭りなんだけど、なんか気が乗らないから参加しない、でもそうするとなんかこう、ノリが悪いとか言われちゃうんじゃないかとか、多分そういうイメージですかね、どっちかっあていうと。多分乗れる人は多分全然問題ないと思うんですよね、そういう意味では。あ。まあまあ、それは一つの例ですけどね。どんなふうに受け取るかとか、どんなふうに考えるかっていうのも、その人次第。あとはお店の空気とかもありますよ。その場所の空気とか。そういうのも、いい空気か悪い空気か、あるかもしれままあそうですね。確かになんかそういう意味ではこう集まる人とかによってもその空気感は変わるだろうしとか、なんかそういうのせん。もありますかね。そうですね。まあだからやっぱそのこう空気感が合ったり合わなかったりっていうのは逆に言えば人によって変わるだろうしなっていう。なんかそういう意味合いにも通じたりしますかね。そうですね。あとは個々人がまとう空気っていうのも結構違ったりしますし。言語化できない部分って感じのイメージが私には。確かにそうですね。まあ人のまとう方に至っても、まあ温和な雰囲気だったりも、ちょっとこう威圧感があったりとか、まあそれもある意味空気のうちですかね。まあね、だからそういう意味では、まあ、割と言葉一つとっても、ちょっと意味合いがそれぞれ分かれて使われるケースもあったりするんで、やっぱその辺はある程度人のイメージによるものだったりするですかね。そうですね。はい、ということで、まあじゃあ空気はそんな感じですかね。そうですね。わかりました。じゃあ一つ目のテーマ、空気はこのあたりということで。じゃあまあもう一つぐらいですかね。そうですね。ここの中から何をピックアップしていこうか。じゃあ違いとかどうですか？お、違い。違いですね。違いの分かる男、タカピ。なんかそういう表現でよく使われますけど、何の違いもよくわかりませんよ、私は。まあね、違い、まあまあね、何かと何かの特徴が異なる的な部分で、まあよく使われる言葉だったりはすると思うんですけど、天達さん的にはなんかこう、そういう、なんていうんでしょうね、言葉のイメージだったり、使ってる時だったり、なんかそんなのはどういうものがあったりしますか？一つは人との違いほうほうほう、だっはい。たりとかしますかね。まあ、先ほどのものの違い、要はよく言われるのは高級品と高級品でないものの違いのようなのもあったりしますかね。ああ、なるほど。まあね、確かに違いが分かるっていう、なんかまあなんていうか、目利きという表現にいいのか分かんないですけど、なんか確かにそういう人は一目置かれる存在になったりしそうですもんね。まあなんていうか、こう、なんか某番組の格付けチェックみたいな、なんか違いがね、まあすまごい。あなんかね、あんなの見ててもわからんわと思いながらね まあ。もうね、残念ながら多分違いはあまりよくわかんない男なんだろうなとか思って見てたりしますからね。まあ、そういったのも違いですし、人との間のことも違いだったりしますかね。そうですね。まあ、人それぞれ特徴も違うっていう、まあなんか若干ちょっとさっきも内容も通じるようなところがあるかもしれないですけど。そうですか？
や、まあ、なんていうか、その、まあ、人によって、例えば、音話だったりとか言った話も、ああ、はい。通じて、まあまあ、人それぞれ、まあ、違って、まあ、当然なんだろうなっていうことの反面、まあ、それぞれ、その、まあ、良し悪しというか、そうですね。ところも変わってはいると思うんで。だまあなんかさっきの空気の話で言うんだったらもうなんか空気の読めるところが人によってやつだかもしれないし、逆になんかいい意味で空気が読めないことも良さだったり、でもそれぞれまあ違いとして出てはくるんだろうなとか。まあね、だからタイプが違うとこうなんでこいつはこれができねえんだよじゃないけど、こうそういうふうに対立しやすい要素にもなるかとは思うんですけどね。だそれはなんかこうまあね、ただそれぞれ違うだけっていうふうに捉えられれば、まあね、そこまでこうなんか対立するような感情は生まれづらいのかなとか思ったりしますから。まあまあ、その考え方と大事にしているものが違うと、対立は起きやすいかもしれません。ああ、それはあるでしょうね。まあ、その違いをお互いに認めてあげられればいいんだけどなっていう感じですそうかでね。すやっぱりね、お互いやっぱ認め合うって、やっぱなかなかね、その、まあ、高度なスキルなのかなとかっていうふうに思いますからね。結構感情がやっぱり勝っちゃう人の方が多いのかな、どうなのかな。そう、まあ違まあ、うだけなんですよね。そうですね。まあね、そういう部分、なんか自分が持ってないところを持ってるっていうだけでもある意味違いかもしれないですし、まあ、なんかそ高のピーさんは人と違うもの持ってますからね。違う そうですか？ 意外ですね。はい。ありがとうございます。なんかいい意味で言われてるのかどうかっていうのは若干ね。 少なくとも人とは違います。そうですか？そうですか。じゃあまあまあ一応前向きに受け取ってよ。いきましょうか。まあね、そういう意味ではこう、変な話、なんか自分が人と違う、まあ何を持って言ってるのか分かんないで一概にはあれですけど、まあそれがこうね、こういい意味で受け取ってもらえてるんだったら、まあ逆に自分としても嬉しいなと思ったりしますけど、なんかまあ本当にこうやっぱ自分自身をまあ顧みてもこうやっぱそうやってこう人のことをちゃんと見れているかなとか、なんかそういうのは思ったりしますかね。なんかその極論的にはみんな違うから、まあまあ違いがあって当然といえば当然で、それがお互いにある程度理解できればいいんじゃないかなっていうところでそうすでね。すね。まあまあ言っても、まあ我々2人で配信をしてはいますけれども、まあ我々2人とったってやっぱり違いはあると思いますし。そうですね。なんかこのラジオのそのテーマ、私が考えてることが多いんですけれども、そのある程度その話の方向がこっちに行くのかなっていうのを想像してる時もあるんですけれども、全く違うこともあったりして、それってその考え方の違いによるところなんですよ。その言葉を聞いた時に受け取る内容が多分私とタカピーさんで違うから、そういう方の展開に行くんだな、なるほどってなって一つ勉強になるなって思うんですけども。でも確かにそうですね。まあ、それも含めてやっぱこう話してみるからこそ分かることではあると思いますからね。だもう本当にその特定のテーマに沿って喋ってみるみたいな、まあ、コンセプトでやってるこのアマチュアのチョイスではありますけれども、やっぱりその同じように思うかなと感じながらも実際話してみたらやっぱ違うことが出てくるみたいな、まあ、それも含めてこう、まあ、なんていうんでしょうね、こう
新たな気づきというか、まあ、きっかけみたいなところも通じるのかななんていうのもちょっと思いますね。結構その違いがあるからこそ学べるところがあるのかなって思います。確かにそうですね。まあ、やっぱりね、割とこう、まあなんていうか、まあ、正直初見のテーマを見ながらいろいろ喋ってはいたんですけど、やっぱその後でちょっとアマトゥさんが、やっぱりこう、なんでしょうね、ちょっとこう、より深いというか、やっぱり考えを伝えていただくと、やっぱ、ああ、なるほど、そういうことかって逆に思ったりしますか？その辺はやっぱりむしろ違うからこそ、まあ、より、まあ、新しい考え方に触れて学びにもつながるっていう感じですかね。だからそういう意味では違うことは実は悪いことではないんだよっていう捉え方ができると、まあ、なんていうかちょっと視野が広がるというか、なんかそんな風になっていきますかね。そうですね。そんな感じで、まあ、違いですね。まあ、結構その人との違いみたいなところにちょっと、まあ、フィーチャーしてちょっと伝えていった感じではございまお、すいいんね。ですよ。今からその高木さんのそのすごいスキルでこんな細かい違いも分かっちゃうっていう話してもいいよ。なんかすごいハードルをがっつり上げられた感があって非常に 困るんですけど。あ、でも、今感じたこととして一つあれですね。ちょっと前回、前々回ぐらいから、その配信自体が実は、我々自体もオンラインで、こう、お互い離れあたところで話しながら配信をしているという、そういう意味でのちょっと変化というか、違いが出てきなるてほまど。すんで、過まあ、ちょっ去とそとれに今よっの違い。て、ですね。まあ、ちょっとそれによって、こう、なんでしょうね。声だったり、ちょっとお互いの話すリズムだったり、なんかもしかしたらちょっと今までの配信とちょっと変わっているところもあるかもしれないなというふうにもちょっと思ったりはしております。まあ逆にちょっとお聞きいただいている方がどう感じられているかというのがやっぱ気がかりではあるので、まあ、そのあたりは何かこちらも気がついたことがあれば、まあ、ちょっとよりよくできる部分は、まあ、オンラインであったとしてもやはり変えていきたいなとは思っておりますので。なるほど。まあそうですね。まあなんかね、それも含めて、まあ違いだと思いますんでね。まあ普段直接会って喋っている時と、このオンラインのやり取りの時で、まあ、お聞きくださっている方にとってどういう違いが出ているかというのも、まあなんか、比較してみても、もしかしたらいいかもしれないなって思ったり ましあまあ、たんですけど、まあちょっとあえて、そうですね。なんかそのオンラインと普段だと、相手が話し出すタイミングとか、オンラインだと、その今、音声だけでしているので、わからないですね、いつ来るのかみたいな。まあそうですね。だからまあイメージ的にはなんかこう電話をしてる感じで、まあ声だけでまあやり取りをしているので、そうですね。まあそういう意味では確かにちょっとこうね、若干タイミングが重なったりとか、ちょっとそういう難しさはもしかしたらあるかもしれないですね。そうですね。まあでも、まあ今実際にはちょっと、まあ、直接会ってやり取りよりは、直接ではなくオンラインなどを介してやり取りした方が望ましいというちょっと状況もあるからこそ、まあ、試しているという感じではあるので、まあそのあたりはこう今後状況によってもしかしたらその、まあ、通常の状況だったとしてもオンラインで配信するケースもあるかもしれないので、まあ、ちょっとそのあたりは、まあ、また今後、まあ、状況が変わった時にも、まあ、また追って考えていければいいのかななんて思ってる次第でございます。という感じですかね。わかりました。ということで、2つ目のテーマは違いということで、お届けしました。まあ、気がつけば、まあ、まだもうちょっとありますけど、まあまあ、ほぼほぼ30分近くなって
今回はここまでという感じですかね。いいんですよ、次のテーマ考えても。ああ、時間的に頑張ります。頑張ります。え、まあ次でもいいですけどね。わかりました。まあじゃあちょっとその辺はまた次回のお楽しみという感おじ楽で。しみに。はい、ということで今回もお届けしました。あまたかのチョイスでございますけれども、テーマは2つ。1つ目が、空気か。そうです。失礼しました。1つ目は空気、そして2つ目が、違いということでおはい。届けしました。はい、また次回も引き続きやっていければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。ということで、あまたかのチョイスということで、私、タカピート。甘党でした。はい、今回も最後までありがとうございました。ありがとうございました。